またがり多分足足りへんでしょ。いけるよ、そんだけ足あったら。足僕10メーターしかないですよ。あ、そら、ウルトラマンやん、それ。いや、似合う。これ、あ、重っ。うん。あ、似合う。これ。うん、これまだ改良してる、クラッチはね。これがカウンタックとかミラーについてるミラーと一緒。板の上のミラー。これ重たいな、やっぱり。ああ、1100やもんな。綺麗やろ、まだ走ってないね。レストしてから全然。重たい。どうこれ、ええやろ。これみんな旦那さんが全部自分でいじゃるよな。もうショップやってはるから、カスタムショップ。あそこ書いてあるでしょ、後ろから。燃えるってことやな。なあ。これなんちゅう車？エクストレイル。え？エクストレイル。エクス？エクストレイル。エクストレイル、どこのメーカー？日産です。日産、何 cc？ これ2000？2000cc? うん。今日ならまたその名前で検索して YouTube アップしとくわね。気ぃつけて、お父さん。ありがとう。またお会いしましょう。またバイク乗ってきてください。バイクよろしく。気ぃつけて、またお会いしましょう。男前やな。モテるやろ。いや、モテるやろ。いや、モテるやろ。正直言って。ありがとう。気ぃつけて、ね、またお会いしましょう。それでは、お気に。次は RZ ね。楽しみにしてる。次 RZ か、今引いてたジェットで来るわ。おお、美味しいな。ちゃんとチェーンつけときや、ガーッと走れるように。気づけてね。ありがとうございます。イエイ。